それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ハッセルバインク、ゾラ、グドボンセン、ランパード、アレクシー、プティ、ペレール、ドゥソー、ガラス、デサイ、デフー、クレイ、ファビオ・カンナバール、センシーナ、ジェトゥー、アルメイダ、ラムシ、ジニアール、サルトール、ミラサキ、ミロメビッチ、ディバイオ。ミロネビッチ、前が空いた。さあここからどう攻める。これをプッシュ、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、ゴール、ゴール。ライトファーサイドに上げた。頭でつないで、ゾラ、決まった、ゴール、エクセレントゴール。容赦なく得点を重ね、オフサイドはない。さあここからどう攻める。ボールを囲んでいきます。ゴール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 。どちらがボールを支配するのか。放り込んできたハイボールを背負う。オフサイドにはならなかった。ミロネ、ゴール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 。走り込んできた。さあここからどう攻める。ゴール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 。後半10分が経過しました。スペースを使う。さあここからどう攻める。ゴール、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。ペレール、ジニアール、クロス、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、ゴール。さあここからどう攻める。さあここからどう攻める。中に絞ってきた。圧倒的な強さで一勝を挙げました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、3点目以降